申し込む。浜崎に新恋人、ネットはそろそろ痛いツイートやめて。浜崎あゆみが18日自身のツイッターを更新し、思わせぶりな写真を投稿したことで批判を浴びている。そわそわしちゃって早起き、お日様があるうちに沖縄ついてエネルギーチャージしたいと綴った浜崎は、髪をまとめた寝起きのような写真を添え、昨日の夜は大切な人との時間があったから心が温かいとコメント。アップで写るこの写真には、顎に当てた左手もバッチリと写っているのだが、薬指に指輪が光っていることから恋人がいるのではと話題になっている。その浜崎の恋人と噂されているのが、ああ、AAA の浦田直也だ。実は浜崎がTwitterを更新する5時間前に、浦田も今日は楽しくてこんな時間まで自宅で起きてました。大切な人をこれからも大切にしたいというコメントとともに自撮り写真をTwitterに投稿。写真は浜崎と似たようなアングルで撮影され、左手薬指にはキラリと指輪が光っているのだ。写真は反転写真の可能性もあるが、デザインは浜崎がつけていたものと同じと思われる。これを受け、浦田のツイッターには、めちゃめちゃ意味深、頭が追いついていかないなどとショックを受けるファンの声も届いている。ただ、リーダーが幸せそうならそれだけでいい、直也くんの幸せは私の幸せという温かいコメントも多く、浦田がファンから慕われている様子も垣間見えた。しかし一方で、浜崎のツイッターには、もうすぐ40なんだからそろそろ痛いツイートやめてくんないかな、匂わせてる暇あったらボイトレしなさいといったコメントが並び、ユーザーからの反感を買っている様子だ。二人は互いを姉弟と呼び合う中で、今回の写真もただ一重に二人の仲の良さアピールに過ぎなかったのかもしれない。しかし浜崎は以前にも男物のロレックスを身につけた写真を投稿したことがあり、批判だろうがなんだろうが、とにかく構ってもらいたいのかもしれない。ツアーでも空席が目立つことが多いと言われている浜崎。その話題作りに浦田が使われてしまったのなら少々気の毒である。